はい、メギ君です、今回はアイレーシングで、ニュルブルクリンクニュルの24時間レイアウトのコースですね、10ラップやっていきたいと思います。10ラップも集中力続くかな。はい、ということで今回は AMG GT3 ですね。なんでこの車買ってね、長距離になると思うんで安定性の高い車を選んだつもりです。まあ、10ラップだとね、燃料も足りなくなるんでピットで給油の必要とかも出てきます。ピットストップね、初めてなんですよね。今までね、2、3周ぐらいしか回ってこなかったんで、ちょっと今回まとまったお休みがあるんでね、長いレースやってみようと思って、はい。でもちょっと10分は長すぎかなと。終了はね、1時間20分後です。まあ、動画の最後にね、おまけ映像で事故りまくった動画載せときますんで、まあ、時間のない人は飛ばしちゃってください。それではまた。
Thank you.
ちまいました。とうとうもうあとね1ラップ半だったんですけどね、破つけちゃったよ。オレンジボール出ちゃったんでもう終了ですね。通常のレースだったらもうねオイル漏れかなんかしてるはずなんで、路肩に寄せてレース終了なんですけども、まあね AI レースなんで、まあ、夜間走行そんなにやることないんで、まあ、めっちゃ煽られてますけど夜間走行の練習がてらピットまで戻っていきたいと思います。あーやっちまったあともうちょっとだったのにな。やっぱりねニューをね10ラップなんてねメイ君には絶対無理でしたね。あとこのね時間変化ね全然気にしてなかったんですけど、初期設定で多分8倍速ぐらいの変化になってたはずなんですよね。それをこういつもだったら1週とか2週、まあ、やっても5週ぐらいしかやらないんで夜までなんないんですけど、10ラップもしちゃうと夜になりますよね。そりゃねすっかり設定忘れてました。もうこんな夜になるとねうろ覚えの道がねさらによく分かんなくなってね、もう全然ですよね。今ねピット入るの忘れてますよね。はあ、もう一周しちゃってますね。ピットの入り口もまたよく分かりにくいですよねこのコースね。急コースからグランプリコースに移るところにピュッとあるんですけど、うっかり見逃してもう一周行っちゃってますね。まあでもねこの時点ではねまだまあまあまだちゃんと車走ってたんでまあ行ってもいいんですけどね、グランプリコースになるとね道を覚えてるんでね煽られなくなるんですけどね、急コースに行くと途端に道が分かんなくなるのと街灯がないので、いや正直どこまで突っ込んでいいのかもうね分かんなくて、いや全然ですねこれね皆さん感覚で覚えてるんでしょうね。まあメイ君はその域までには達せられないのかなと。はい、まあでもねたまにはこう思う存分乗ると楽しいですね。うん、まあ、AI ちょっと弱めに設定して全部抜いてやろうぐらいな気持ちで、40代の最後尾スタートで始めたんですけど、まあ、結局まあ8位ぐらいまでしか行けなかったですかね。まあ、これ以上弱くするとまだまだ弱くできそうなんですけど、まあ、それもね多分後ろの方の車両はただのパイロンになっちゃうんで、この真ん中ぐらいの設定でなんとか混雑をかわして抜けるようになれば、まあ、他のレースの時もそのスタートのめちゃくちゃなところでもう巻き込み事故にならなくていいっていうテクニックがつかないかななんて思ってたりします。まあちょっとまあニュールは10ラップは難しいんで次からは5ラップぐらいにしとこうかな。はい、ということでねこの週ではピットに入るはずなんですけど、まあ、なんせね1周8分半ぐらいかかりますからね。でメイ君この夜のペースだとね限りなく10分ぐらいかかっちゃってるんで、結構1周も大変ですよね。後ろ走ってる車もね AI さんですけどね、もうメイ君のこと抜きたくて抜きたくてしょうがないでしょうね。本当にねごめんなさいね。まあ夜もちょっとはね練習した方がいいかなと思ってます。まあ、あとねこれアイレーシングね雨降らないですからね、なんか雨降る降る降る言ってるんですけどいつになったら実装されるんでしょうね。他のねアセットコルサコンペチオネとかねアセットコルサとかオートモビルスタ2とかね、あとはアルファクターとかもね全部雨降りますからね。ただアイレーシングは割と AI 車両増やせるんですよね。他のやつはここまで増やせないような、まあ、あとアセットコルサコンペチオネはニュルの北コースないですからね。まあ、ただね今度ヨーロッパの GT3 選手権かな、ニュル北コースなんか入りますよみたいな、そうするとアセットコルサコンペチオネにも北コース出るんじゃねっていうなんか話がどっかに載ってたんですけど、出たら嬉しいですね。ただねこの会社さんね
アセットコルサ2とかっていうのを確か作ってるんですよね。あと2年ぐらいすりゃ出るような感じで、ちょっと前に言ってたような気がするんですけど、今もアセットコルサコンペティオンに大規模アップデートってないんですかね、もしかしたらね。そうだと残念ですね、うん、あとはね機材の方でいくと SIMQ2 Pro メイクに使ってるんですけど、もともとは T300 使ってて、で何年前ぐらいですかね、メイクを始めた3年ぐらい前ですかね、ダイレクトドライブが流行りだしてファナテックの DD1 買ったんですよね。あのプレイステーションやってたんで、その頃はだから唯一できるダイレクトドライブっていうんでわざわざ取り寄せたんですけど、まあ、その後ね言うほどプレイステーションやらなくなったんで SIM キューブ2 Pro 買ったんですよね。でこれをずっと今まで使ってきたんですけど、まあ、最近はねあのプレイステーションでも使えることが分かったんで何の不便も感じてないんですけど、今年の2月ぐらいからなんかファームウェアのアップデートがすっかり止まっちゃってて、まさか切られるのかと思ってたら、なんか夏の終わりには革新的なファームウェアを出しますよみたいな告知がホームページに出てたんで、ちょっと期待ですね。最近ねあのダイレクトドライブめっちゃ流行ってて、安くていいのどんどん出てて、シマジックとかねアルファミニとかね、みんなもっと安いのにその設定とかすごい分かりやすくこうグラフィカルな感じで出てていいなって思ってたんですけど、 SIM キューブ2 Pro もね途中であのオンラインで設定を共有できるようになって、まあファナテックとかもなってましたけど、そこから進化がないんで、まあそろそろさらに新しい何かがあるといいなと思ってます。SIM キューブ2 Pro のねあの電動のねペダルねめっちゃいいなと思うんですけど、あんな百何十万もするペダルさすがに買えないですよね、うん、まあなんで、まあ、せめてねハンコンはもう持ってるんで、まあ、新しいドライバーとファームウェアが出たらなんかもっといい乗り味が出るといいなってメグ君思ってます。まあねハンコンでタイムは上がらないんで、まあ、そこは自力でなんとかするしかないですけど、あのねコロナも解除になってね実車で行こうかなと思って、あの休みの日にせっせと整備してたんですけど、いやいやいやまだ世の中的にねコロナは終わってないですね。実はめげ君見事にかかってるんですよこれ今なんで、あの出勤停止になっちゃってまして、いやコロナの一番ひどい時期に最前線でやってる頃はね全然かかんなかったのに、ちょっと最近移動になって電車通勤始めたら一瞬で移りましたね。いやもう困っちゃいましたね。もう最初の3日ぐらいはもういや死ぬんじゃねえぐらいな感じで思ってたんですけど、ようやくここに来て体が楽になったんで、あとはね仕事に来ちゃダメよって言われてるんで、まあ思う存分オフィシャル的にあのこうレースゲームできちゃうんですけど、まあ、その代わりちょっと実車で走りに行くのはまた遠のいちゃいましたね、まあ、ちょっともう3年4年ぐらい走ってないんで、いや今更行ったらね本当車は廃車にしないようにだけは注意しないといけないですね。これまたぶつかってますけどメグ君ね、これ本当ゲームだからこんなね、RA なんて言ってられますけどね、これ実車でやったら本当もうメグ家帰れないですよね、なんで、まあ、気をつけて行ってきたいと思いますが、まあ、その前にちょっと FSW でもちょっと練習しようかな。あれ確かアイレーシングあったよな。でもアイレーシングはねコースはあるんですけど GTR ないんですよね。アセットコルサか、アセットコルサでやるしかないですね。まあどのぐらい実車に近いかっていうと全然近くないんですけど、まあそれでもねコースを覚える感覚ぐらいは何かの足しにはなるでしょうね。うっかり予習しないでいってドーンって、まあ、自分だけでぶつかんならいいですけど、他人にねお釜掘った日には大変ですからね。あとはね
寝不足にならないようにしないといけないですね。まあ、そんなことよりもね、早くこの病気をね完全に治してね、仕事に復帰しないとね怒られちゃいますよね。絶対あいつ遊んでんだろうと思われてるんで、だいたいね皆さん分かってますからね、辛いの、まあたまにごく稀にすごい引っ張る人いますけど、だいたいの人は辛いの本当最初だけで、最後の方はみんな自由でしたよなんていうのがもう共有されちゃってるんで、メイ君もきっとね職場ではね、あいつ絶対遊んでるよって言われてんだろうなっていうね。メイ君ねラッキーなんだかラッキーじゃないんだか分かんないんですけど、今度の土日月って連休じゃないですか。ちょうど出勤停止明けが土曜日なんで、いきなり出勤しなくていいっていうね。で次の出勤日火曜日っていう、本当何日休むんでしょうね。まあ、7月は3日ぐらいしか行ってないような気がするんですけど、大丈夫ですかねこれね。SIM で即会へのリハビリするよりも仕事のリハビリした方がいいような感じですけど、はい。というわけで最後、バックストレートまで戻ってきたんで、今度こそピットに入ってくれるでしょう、ね。これね、オレンジボール出ててね、オイル漏らしてる割にはね、エンジン止まんないですね。ちょっとハンドリングはだいぶ悪くて、まあ相当あちこちぶつかってなんとかここまでたどり着いてきてますけど、これ AI 車相手のバトルじゃなかったら、こんなのやってたらね多分殺されますね。はい、あ、よかった。ピットの方へ、はい、入りましたね。いや、お疲れ様です。都合3回目のピットストップですね。はい、これでオレンジボールで無事リタイアです。あとね、ワンラップでね、終了だったんですけどね。まあ、夜間走行の練習にはなったかなと。ということで、まあ、このコース10ラップは完走できませんでした。まあ、またいつかね、チャレンジしてみたいと思います。まあ、それまでにはね腕磨いてやっていきたいなと思います。はい、でこれねピットクルーね結構ギリギリ止まるんですよね。まあ、メイクも寄せすぎなんですけどね、まあ、足絶対踏んでますよねこれね。はい、ということで以上終了です。長い時間ありがとうございました。それではねこの後、終了後はねこれ決して1本撮りじゃないんですよ。何回も失敗してるんで、今日午前中からこれずっとやってて、今、8時なんですけど、もうこの1時間20分ぐらいの走行枠を取るのに、ほんとね、もう何時間かけたか分かんないぐらい、もうお昼ご飯でちょっと1回休んだぐらいで、まあ、あとこの事故っちゃった動画に集約されてますね。はい、これね、ワンラップ目で事故りゃいいんですけど、今回みたいにね、6ラップ7ラップまで走って事故ると本当時間ばっかかかるんですよね。はい、ということでそれではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。Damage.